はい。えー、今ですね、フィギュアスケートの、えー、回がですね、かなり速報などが結構入ってきているので、もう一度、えー、まとめていきたいと思います。はい。えー、じゃあ、千秋さん、よろしくお願いします。えー、かぶくん、様。えー、プリンスアイスワールド、お昼は紫サテンで、えー、パダムパダムだそうです。となると、私が行く、選手楽はシンプロ。キャー、失神しそうです。はい。ということでね、紫サテン。 あの紫色の衣装でしたよね。うん。 えー、そして皆様こんばんは、こんにちは、どうもです。えー、プリンス昼公園は、都のパープルパダムパダムだったとか、ね。では、夜は夜は、えー、片手にピストル、えー、皆様ハート、ハート打ち抜かれる準備は良いですかもうすぐ来ますよ。都、えー、のスナイパー、宇野昌馬、新しい格好かわいいわ、迫りくる重厚、ファンのハート打ち抜きに、もうメロメロ、図剣の獣死、失神覚悟でしっかり見てくださいませ。私もどこでもミヤちゃんになり、横浜 行きたいなうん、はい、ということですね。うん、え宮様を 私、動画を聞きながら、そういえばと、えー、表演、テレビで確か以前あり録画、録画をしていました。まだ見ていなかった、私としたことが、なかなか忙しく、誰もいないときに密かに見,見なくては、ワンピースに主演のラスト一人は、大ちゃんと狙いを定め,定めました。時々、真央ちゃんとはこの先何かコラボナンバーなどあればみたいな、大ちゃんも独自で何かされるかもだから、わかりませんが、あのー、ね、えー、盛り上がってきましたね。あ本当暑い夏は来 ね、いや本当ですね、皆様が元気が出てきてですね、なお、一層あの、はい、嬉ししさが増したと言いますかね、うん、安心と言いますかね、うん、安心ですね。 うん。えっ、ー、と、千秋さんどうもです。かぶくんこんばんは。私のコメント、とろえていないみたいなんで、え、再度、私もプリンデートにあやかろうと思っていましたが、羽生くん登場とカナダへのインスタライブがかぶってしまい、テレビ見たり、携帯見たり、忙しすぎてプリン食べ損なった。おおねえ。 インスタライブはアーカイブも残してくれたんで、再度ゆっくり見てきました。カナちゃん団の笑える話。四大陸の後、カナちゃんに引退を伝えた。その時の場所はアメリカの焼き鳥屋さん。お酒も入っていたから、カウンターで大ちゃん号泣、えー。その後、今後の話を、とカナちゃん引退をし、えー、これからもカナダでプログラムを作っていきたいと伝える。その時は、日本の焼き鳥屋さん、カナ大の大事な話は、焼き鳥屋さん。大ちゃんはそれを受けて、 次に大事なことな、大事な何かをする、何かを話しするときは、えー、焼き鳥屋さんでそうすれば、かなちゃん何か感じ取ってくれるはずということですね。うん、えー。この焼き鳥屋さんに行くというときは、何か大事な話があるというときなんですよね。で せっかく作った体だから、え筋トレは50歳までやるって、まだまだ見せてくれると確信。イちゃんは、かなちゃんは一人の滑りもすごく好きだから、え体2人で、え高橋たやすけ、村本かな、それぞれ、そしてコラボまで幅広くえ。これからは、ルールがないから、アイスタンスにシングル要素を取り入れたり、いろいろチャレンジしていくと、うん、アイスタンスにシングルを取り入れてくるって、これは楽しみですね。本当楽しみえ。アイスタンスが楽しいと思えるイベントや、教えるのも好きだから、 それぞれがパートナーとなって教えたり、えもしかして、マ王リンクで教えたりして、うん、キャー妄想が広がるこう。マオリンクで教えたりっていう可能性もね、ありますかね。え、宮さんも言っていたけど、二人してワンピースオーバースに出てくれないかしら。さらに盛り上がる。でこれはね、ありますかね。まだキャストが全て決まってないということですよね。で続報待ちというか、でキャストの配役もまだ決まってないということなんで、どうでしょうかね。うん。 はい、えー、と松井さん、どうもです。かぼさん、お疲れ様です。浜田コーチは生徒をよく考えるコーチと。うん、あ、こちらですね。松井さんも言ってたんです。かぼさん、ごめんなさい。浜田コーチは生徒が太ることを考えて一緒にダイエットをやっていたそうですが、自分ばかり痩せるんでどうした、どうしてだろうということですね。そしたら、隠れてお菓子を食べてたそうですということですね。 うん、えこの話は、スケート男子に乗っていて、シューマさんの前のコーチ、樋口美穂子コーチも載っていて、シューマさんのビンタの話も、なぜビンタをしたか、シリアに上がってのえグランプリファイナル、男子でシリア上がり立て、ファイナル行って3位、大乗りは初めてだそうです。えシューマさん、ショートプログラムの時にえ情けない顔をしていたから、愛の無知だそうですと。 うん、でも一つジャンプ失敗して良いかな。でもフリープログラムで全部ジャンプ降りて頑張った。えー、サインになり良かった。なかなか失礼しました。うん。ということですね。はいはいはい。ということですね。生徒が太ることを考えて一緒にダイエットをやってたんだ。自分ばかり痩せるんでどうしてだろうっていう。隠れたお菓子を食べていったということですね。これは、えー、と先生がということかな。それともあれですかねせ。生徒がっていうことですかね。うん。なるほど。 そして、えー、先ほど、宇野昌磨選手の曲なんですが、えー、マリンさん、えー、よろしくお願いします。えー、ビートルズのカムトギャザー、50年くらい前の曲だけど、えー、ミロディアスな曲ではないけれど、あの時代では斬新な曲です。うん、でもこれね、なんかね、ビートルズのカムトギャザーの、なんだっけ、あのー、 カバーではないかっていう話が出てるんですけどもね、え50年くらい前の話の曲だけど、メロディアースな曲ではないけれど、あの時代でしんだ曲ですね。で、シェイの振リスティかなショートかエキシビションかわかんないけど、フリスティしたいで面白そう。シェイ得意そうだね。ステファンの選曲なら好きそうな曲。イン,スト,ロイントロのドラムが印象的ですよ。えこのビートルズのアルバム,アルバム持ってるよ。えパダンパダンも素敵だから,どちらかが。どちらかがショートプログラムになるんだけど、えカムトゥギャザーはやっぱりエキシビションだ だろうなえフリープログラム曲との家、あ、家、でね、あい、金、あ金金、すね金、あいもあるだろうし、うん。エム様のレポートよろしくお願いいたします。ということですね。うん。でこれから始まっていくということですよね。うん。そして、朝さゆる姫さん、こんばんは、どうもです。え、カむさん、こんばんは。え、ギャーリー、え、ゲデリー・クレイク・クライアック・ジュニアのカム・トゥ・ジャザーは、ビートルズのカバーだと思います。ここすよ。うん。 ってことは、カバー曲ということなんですね。えー、演技している映像早く見たいですね。いや、気になりますね。うん。ということなんで、あのー、どちらも一応同じ曲なんでしょうかね。カバー曲ということみたいですね。うん。はい。の可能性があるということらしいですよ。はい。えー、松井さん。 モトでです。す、えー。さんお疲れ様です、えー、クラックっていう人の曲は聴いたことはないですが、えー、世界大会で誰か滑ったので、確か曲はビートルズでしたが、ジョン・レノンの声ではないので、それかなということです。あ、ってことはやっぱり、あの、えっ、ー、と、あれですかね、カバー曲ということですかね。すると、うの番でエマちゃんが待っているとき、シュマさんは少しの階段を降りれないで、降りないで飛びました。ね。うん。あれはファンの方たちには、足は大丈夫のアピールかなと思います。ああ、そういうことですから、ね、なるほど。 ほうほうそういったところにもアピールがあったんです。松井さんの指摘、そこ、新感覚ですね。なるほど。うん。少しは良くなっていると見せてくれたのかなと思います。なるほどですね。うん。そこにヒントがあるんですよね。ヒントが多分あると思うんですよね。なんか、そこの発見っていうのは結構大きいかもしれませんね。うん。 そして、あ、こちら速報になりますね。えー、ミケさん、よろしくお願いします。エのショーマンパダムパダム、AM。えー、そして、えっ、ー、と、カムトギャザーが PM ということじゃないかと。うん。あ、だそうですということですね。ほぼ確定ということですよ。で、鍵山ヤユーダがウェーダーという曲みたいですね。ウィ,ウィ,ウィーダー、ウェーダーかなうん。友野和樹でラララ,ララランド。えー、三エラカオがナチュラルという曲ですね。樋口若葉選手、フィックスユーパラダイス。 すみよしリもンがブロードインザ・ウォーターという子ですね。ブロードこれ血という意味ですかね。血の、水の中の血という意味かな。ホンダ・マニーさんがファディードっていう曲みたいですね。ほとんど僕はこの曲知りませんけども、ということらしいですよ。うん。だそうだ。えー、しょうまくん、若葉ちゃん、いよいよ登場という子ですね。ほうほう。あ、じゃゆうまくんが。ゆうまくんですね。ゆうまくんね。うん。えっと、これですね。ゆうまという、ね、鍵優優に、山りゆうのゆうにしょうまくんの、まあ、これ合体してますね、これね。うん。 えそうなんか発見しましたね、はい。という感じですね、速報ありがとうございます。うん はいえー、とマルティンさんも言ったです、えー。ゲイリー・クラーク・ジュニアがビートルズのカム・トゥ・ザーをカバーさんで、えー、元の曲はビートルズのカム・トゥ・ザーあねそういうことだったらしいですね。うん。ってことはあのと、どっちも同じ曲ということですかね。でも、よりハードロック調になっていますと、うん、現代版っていう感じですかね。ステファン好みだな。えー、振り付けしたいでは面白そうだけど、シュマ君的にはもともとのビートルズの方がやりやすいと思うけど、えー、ステファンならちょっとひねって、ハードロック調のこちらを選ぶ かと思うということですね。なるほど、うんはいね。どうなるのか、ちょっと全く想像できませんが、あの4秒動画のあの表情を見る限りですね。かなり斬新で肉食系な演技が見れるんでしょうかね。はい、楽しみにしてます。